開封しましたけどよくわかりませんね。今から説明書を解読するとこから始めたいと思います。今散々説明書とにらめっこしてようやく理解しました。これにはいろんな説明が書いてあるんですけど、車に接続するキットとバーの組み合わせによって、どこのページの説明書を見ればいいかっていうのがわからなかったんですよ。で、今ようやく理解したのでちょっとやっていきたいと思います。これ、ここが、来た、外せた。今これが4箇所あるんですよね、レボーグ側に。3mm Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And you know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. レボーグにつける際は短い方が後ろ側、長い方が前側につけます。Drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. 完成です。早速今から自転車を乗せて安全確認をしたいと思います。数キロではあるんですけど、安全確認のために、ゆっくりですね、ロードバイクを上に車載して走ってみました。で、感想なんですけど、路面が荒いところも走ってみたんですけど、路面が荒いところを走るとやはり上の自転車がちょっと揺れたかなっていう感覚はあります。風切り音は、これも車種にはよると思うんですけど、レボーグに関しては結構分厚い、ボディになりますので、風切り音は全く気にならないです。はい。これが、ちょっと数キロ走った感想なんですけど、またね、長距離高速道路とかも走ってみて感想は述べたいと思います。で、
ここからはこのサイクルキャリアの安全面についてちょっとお話ししたいんですけど、でスーリー の, あの製品の中には取説とあと安全に関する資料も入ってまして、その安全に関する資料から重要なところ、私が重要だと思ったところをピックアップしましたので何個か読みたいと思います。でまず積載に関する注意なんですけど、こちらのキャリアはタンデム自転車とかは対応してません、乗せないでくださいってまず書いてあります。まあ、タンデム自転車を持ってる方あんまり少ないとは思うんですけど、そういった特殊形状の自転車だったり、あとはファットバイクだと、別のアダプターとかが必要だと思いますので、そちらは注意してください。一般的なフレームにしか対応してないそうです。で続きまして走行の特性やあと規制についてお話したいと思います。でこちらのサイクルキャリアプロライド598は、まずオフロードでは使用しないでくださいって書いてあります。要は砂利道とかそういうのは自転車積んで走ると非常に危ないです。私も数キロ乗ってちょっと路面が荒い段差とか乗り越えただけで結構上が揺れたなって分かるぐらいなので、オフロードでは絶対に走らないでくださいと。どのような状況でも速度が130キロを超過してはなりません。これはどんな自転車を積んでようが130キロ以上は絶対に出しちゃいけませんと。それ以上行くとおそらく、まあ、保証というかスーリーとしては製品の保証はしませんよという話ですね。130キロ以上の速度で走ることは想定されてないようです。で最後にメンテナンスについてちょっとお話ししたいんですけど、キャリアの清掃はぬるま湯やあとはカーシャンプーを使って定期的に洗ってくださいと。あとは海岸沿いを走った後とか冬ですね、路面に塩が散布されている冬とかはメンテナンスをこまめに行ってくださいと。で最後に、自動洗浄機を使用する場合は、あらかじめキャリアを取り外してくださいと。それが嫌な方は手洗い洗車をしてください。ちょっと今読んだのは、私が独自になるんですけど、重要だと思ったところをマーカーで引いてそこを読み上げました。ということでプロライド取り付け完了しました。いや疲れましたね。できれば2人で作業を行った方がいいですこれは、うん、やっぱキャリアはね2人でやった方がいいです。今回つけたレボーグっていうのはツーリーのキャリアをつけることを想定して事前にボディ側にネジが切ってあるんですよ。ですからバーの位置合わせとかはすごい楽でした。ただ私も他の車とかでキャリアをつけた経験があるんですけど、そういった場合は2人で位置合わせ、まあ、平行度とか垂直度とか測ってやるので、もっと作業が大変だと思います。で前の動画でも言ったようにスーリーとレボーグはすごい非常に相性がいいから今回私はすごい楽でした、うん、ですけど普通の車にスーリーのものを取り付けるとか2能のものを取り付けるっていうのは専用設計じゃない限り、結構大変だと思います。それはルーフレールついてても一緒です。ルーフレールついてようがついてなかろうが取り付ける時の位置合わせっていうのは非常に面倒くさいのが、キャリアベースキャリアの取り付けの特徴だと僕は思ってます。面倒くさい方は、まあ、お金払って、カー用品店とかにしてもらうのが一番ベストです。まあ、こんなところでちょっと今から走っていきたいと思います。本日の動画は以上となります。よければ高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。